先生方、いつもお疲れ様です。キリハです。今回はブルアークライブで新しく実装されると発表されたカンナ、フブキ、キリノの水着バージョンのスキルの内容を事前に見ていこうと思います。この中で今のところかなり強そうだなって思うのがカンナですね。まずはカンナから見ていきましょう。クラスはサポーター、ポジションはミドル、ストライカーのキャラクターとなっております。攻撃タイプは爆発、防御タイプは軽装備。タイプだけを見ると総力戦回転ジャーに最適化されています。ブルーアーカイブはサポーターかなり重要なゲームなので、とりあえずサポーターは引いておいた方がいいと言われるほど重要な役どころとなっております。特にスペシャル側のサポーターは今もうめちゃくちゃ強いキャラが揃い踏みでポジション争いをしているぐらいなので、めちゃめちゃ強くないと入れないんですね。ですがストライカーは割と自由が利くので、ストライカー側のサポーターというのはかなり貴重になってます。そしてそんなカンナの EX スキルですが、コストは2コスト、敵1人に対して攻撃力の 927% 分のダメージと防御力を20秒間 47.8% 減少します。星2の茜のようなスキルなんですけども、茜は2コストで敵1人に対して攻撃力の 876% 分のダメージを与え、さらに防御力を 37.7% 減少、30秒間となってます。なので30秒間継続するという点を除けばカンナの方が防御力減少はかなり大きく下げられますので、大ダメージを与えることができるでしょう。取り回しは茜の方がいいんですが、瞬間火力はカンナの方に分があります。直近で開催される総力戦ビナーとかで使われそうな気がしますね。そしてノーマルスキルも一定時間ごとに非ダメージ量を一定時間減少ということで、パッシブスキルも HP を増加ということで、 EX で支援をしつつノーマルとパッシブで自身の生存率も上げてくれますので、かなり使いやすそうです。サブスキルが自身とスペシャル生徒の攻撃力を増加ということで、ストライカー側からスペシャル生徒の攻撃力を上げることができます。スペシャル生徒がアタッカーとして強い暴動火力演習なんかでもいいかもしれませんね。とにかく2コストでサポートが行えるキャラはかなり貴重で、今までも使われてきましたので、カンナはかなり強いキャラだと思われます。はい、次にフブキですが、フブキはスペシャルのアタッカーとなっておりまして、攻撃タイプは爆発、防御タイプは重装甲ですが前に出てくることはありませんので防御タイプは関係ありません。スペシャルのアタッカーというのはですね、結構扱いが難しい立場になってまして、実装されても使われないことは結構多いです。そんな吹雪の EX スキルですが、3つの円形範囲の敵に対して攻撃力分のダメージ、これらの攻撃は敵のシールドを貫通しますということで、シールド効果を通り抜けてダメージを与えられるということで、今のところは戦術対抗戦なんかで強いかもしれません。ただ総力戦のボスとかで考えると、回転ジャーの後半戦なんかはシールドがうざったいんですけど、それのためにスペシャルのアタッカーを入れるという選択肢はあまりなさそうな気がしますね。特に爆発なんかはティラのドレスで十分ですし、でこの円形なんですけど、1箇所の丸に3つの円形があって、一番内側の小さい円形が 928% のダメージ、その次の中型の円形が 195%、一番大きい円が 159% のダメージとなっております。小型の円にいる敵に全部が当たるのかというのはちょっと分かんないんですけども、これは実装してから検証してみようと思います。ちょっと癖のある円形ですね。ただ範囲攻撃としても使えて、単体の敵にも当てられるというのは利便性が高そうです。そしてノーマルスキルは一定時間ごとに敵1人に対して攻撃力分のダメージ、さらに円形範囲内の敵に対してダメージということで、ノーマルスキルでも範囲攻撃を行ってくれます。パッシブは攻撃力の増加、サブスキルは味方の爆発特攻を加算ということで、ちょっと今のところ使いどころが分かりにくいキャラクターとなっております。スペシャルのアタッカーはね、最悪使われないことも多いので、あまりにも尖ってる新コンテンツが来るとかでなければ、割とスルーできるタイプのキャラクターではないかなと思います。ただめちゃくちゃ可愛いんで僕は引きますけどね。はい、そして今回のイベントで配布となるキリノの水着ですが、スペシャルの生徒でクラスはサポーター、攻撃タイプは神秘タイプで防御タイプは重装甲となっておりますが、前に出てくることはありませんので気にする必要はありません。まあビジュアルは出てきてるんですけどね、特に気にする必要はないと思います。そして早速 EX スキルですが、遮蔽物を設置、
そしてその遮蔽物の円形範囲内の味方の攻撃力を一定時間増加、攻撃力アップ付きの遮蔽物の設置となっております。遮蔽物を設置するキャラクターは今までもいましたが、攻撃力を上げてくれるという便利な遮蔽物を置いてくれるのは霧のだけですね。しかも時間も45秒間とかなり長いです。そして倍率に関しては攻撃力を 26.7% 増加ですが、かなり気になるのはコストですね。遮蔽物の設置で5コストはかなり重いなーって思っちゃいますね。特に遮蔽物を置いて有効な総力戦白黒とかになりますと結構すぐ壊されちゃったりもするので、45秒間置いてあることっていうのもあまりないので、ちょっとこの5コストは時間を短くして4コストか3コストにしてほしかったなという感じですね。ですが時間が長いことによってメリットのあるのは瀬戸の憤怒とかがそうかなと思います。円形で攻撃力を上げてくれますので、そういった時には霧のは使えるかもしれません。ただ遮蔽物を置くだけで5コストは通常のコンテンツではかなり使いづらいかなと思いますね。ですがノーマルスキルは一定時間ごとに味方6人の攻撃力を増加ということで、放っておいても攻撃力を上げてくれるのは非常にありがたいです。パッシブスキルは HP を増加、これは自分だけですね。でサブスキルも味方の攻撃力を増加ということで、編成しているだけでサブスキルで攻撃力を上げて、ノーマルスキルでも攻撃力を上げてくれるのはどこかで使い道があるかもしれません。そんなこんなで今回の注目株はカンナかなと個人的に思ってます。皆さんのご意見ももしよければコメント欄に残していただければ嬉しいです。ということで今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。今回誰が一番エッチに見えます？